さあやっていきましょう。模式用シリーズのパート32。いよいよおおおお優勝ってのが出るな。いよいよ大詰め日本シリーズ編第2夜でございます。2夜っていうかパート2というか、これで終わる、これで決まるね。いや、あと本当はもう1日ぐらい開けてからね、あのもうこれ取って明日上げて、でカープとにソフトバンクのね日本シリーズやってるでしょ、あれであれのこう終わりに合わせてこう上げていこうかなと思ってたんだけど、いやいかんせんまさか今日決まってしまうとはね。見てました日本シリーズ、今日のやつ、昨日のやつ、カープ対、ソフトバンクの3と1たす1ださ第6戦見てましたでしょうか。ここも飛ばしていくよ、全部ね見せていくつもりだったけれども、それをやっちゃ長すぎる。勝っちゃった、3つ勝つとかどないよ。トヨタ自体はあれだし、ミラバルも打たれてるけど、しかし実態ここで3点入れて、金子小笠原で3点入れて、野口のスリーラン、新庄のスリーラン、は派手な試合してますな。そして坪井のツーランでベシッとこう勝ってるわけですね。これ誰だ打たれた、ミラバルか、ミラバルが打たれたと。じゃあこれで決まるね。最後のマウンド、あ、もう声でわかると思いますけど、風邪ひいてます。どうも。風邪ひいてます。アザラシです。風邪ひきアザラシです。風邪をひくなと。風邪だな、これは。と、2日ぐらい前に思って。案の定、風邪だわ。風邪の引き始めに、こう、ビシッとこう、あったかくしてたんだけどな。関係なしね。関係ないですな。風邪はこう、引いちゃったら引くもんだ。熱が出てるわけでもないし、吐き気とか下痢とかがあるわけでもない。ただ鼻が詰まっております。鼻が詰まってズビズビって、そういう鼻風邪。その状況でこの日本シリーズの最終戦を迎えることになろうとは、気合の入ったね実況をお届けするつもりがなかなか。しかし今日の試合見た、本当にカープの不甲斐ない試合をよなあ。勝つと思ったよ、勝つと思ったよ今日ぐらいは。盗塁が全く決まんねえんでやんのっていうね。これでええんかこのオーダーで、これあれか、清宮が4番打ってないんじゃないか。さては意図しない感じの試合運びになるぞ。つまりまあ、セリーグ、つまりセリーグだから DH 解除された、 DH のない状態での打順になったから、こっちもう一回組まなくちゃいけなかったので、それをこう失念してた。ソフトバンクのねバンデンハークがね、もうすごいピッチングしたね今日はね。すさまじいピッチングしたね。156ぐらいの球ストレート投げるかと思えばね、カーブをふわっとこう、球速差何キロよっていうようなカーブがさ、外角の外から内に向けてこう、左バッターだったら外角の外から内に向けてこう、シュッと入ってくるわけさ。あれ打てんわ。あれ打てんわ。まあ、今年の日本、2018年の日本シリーズを総括するとすれば、やっぱパリーグが強えっていう。もうね、セリーグでね、かなり、ナメプというかさ、ヌルゲーの勢いでこう優勝したカープがさ、手も足も出んかって、ソフトバンクに。まあ、あんまり今年そんなに水を飲みました、あんまりそんなに野球見てなかったけどもさ、そんなにかっていうぐらい。カープ確かに秋口に失速してたけども、ここで4番清宮じゃないんだよな、多分オバンドなんだよな、多分だよね。
そのシリーズの意図から外れてしまって、ここでもう一回取り消すの電源を落として、ロードからセーブしたところのロードから始めてもいいんだろうけど、それはひどいです。今の清原の、名前呼んではいけない人の球の取り方見た？全然ミットを前にも出さずにこうシュッと、あれはキャッチャーの、キャッチャーの村田義信。ここに新庄かよ。すごい打線だな、打順だな。ここに坪井？監督の頭がちょっと ここに坪井？ダブルチャンス打線か何かなのか、これは。ちょっとノイズが入ったかな？じゃあ7番清宮なのかな。どうだ、いや、ライン際うまいね、うまいね。で、清宮か。すげえ打線すげえ打順。1番に奈良原を置くことによって、1番に奈良原を置かなくていいよ。どんな打線の組み方なんだ、1番奈良原って。出塁率を、一番出塁率のいいバッターを一番に置くべきでしょうがって思うんだけど、まあ、そういう意味ではカープのね、菊池2番が果たしてどうなんだろうなって思うよね。菊池の2番がね、まあ、それ言うたら今日の試合とかソフトバンクだったら川島慶三が1番を打ってたけど、それもまあピッじゃあカープのピッチャーがジョンソンだからというところで1番に川島慶三なんだろうけども、それ1番かって思っちゃうな。はい、ゲーム的にはやっぱり1番を、一番出塁率の高い打者を置く方が、お、得点の機会が増えるんじゃないかなっていう体感としてあるけどね。野球の試合をこう、まあその何試合を見てる監督の視点からいくと、やっぱりそんなに1番バッター、2番バッターね、出塁率の高い順に 1,2,3,4 ってこう打順組んでいっても、それでも十分機能するんじゃないかなって気もするけどね、野球っても。そういう意味では2番に菊池を置いてるカープの打線っていうのは、今年菊池らで2割3分ぐらいの打率だから、そういう選手を2番に置いちゃっちゃね、そのチャンスを潰しちゃってるんじゃないかっていう気もするけど。ちなみにこの野球つく1番2番このね、自分のチームだったら2番に小笠原を置いてる使い方するから、2番バッターにバントをさせるっていうのを想定してないけどね。バントって果たして まあいいでしょう。バントって果たして効果的な作戦なんだろうか。いや、外野フライでしょう。センターフライ。ちょっと、ゴジラビームが炸裂したね。ああいうのってなんで起こるんだろう。キャッチ、走塁の意識が低いバッターが、ランナーが塁に出てると、ああいう外野フライでアウトってことは起こりうるのかな。ちょっと理由がよくわかりません。失礼。さあ、小笠原ささっと通り、こう見るとバンドすごい設備だな。30、31本、121打点、3割5分。これは果たしてオバンドの成績なのかというような、はっきり言ってこの一人がいたおかげで勝ったんじゃないの、今年のこの日ハムのシリーズでは。もう四季シリーズなんじゃ言うてさ、4番に清宮を置いて、新人の選手を置いて、
おお、いい守備。松井の好守備が光ってますな。生かせるかどうか。新庄は左には強いぞ。しかし外野フライか。風のせいか、多少頭がボーっとしてる。さっき何か言いかけ、いさっき言ってたことの内容の続きを今何か思い出そうとしたけど何も思い出せなかった。なんか言いかけてたのかな、気がしたんだけどな。ダレル・メイ、これなかなか問題のあるピッチャーでしたね。アウト。チャンスらしいチャンスが作れない。3点リードしてはおるけども、岩本のままどこまで行っていいものやら。本気で勝ちに行くんだったらもうさっさとピッチャー変えるべきでしょうかね。走ってた、ランナー変えたか今。ちょっとここピンチですよ。ピッチャーガンチャあたりは巨人の2番清水。この2番清水も別にバントをさせるわけじゃないから攻撃的な2番バッターだな。いや、いい守備。あれ今メイで盗塁させたんか、そしてそれが成功したんか。うわった。ちょっと怖いね。怖い場面。まあゲームならホームランはないか。まあ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 、まあ、うっ。抜け目ない走塁。いいよ今のは。いい敵ながらあっぱれと言っていこう。いい走塁と。しかしここで抑えておきたいな。ここで下手にホームランでも打たれる日にはだいぶ敗色濃厚となってしまう。サードエイト。外野フライだな。オランドの守備見ていこう。清宮の打席です。手塩にかけた清宮の打席。100打点はいかないまでも90少しぐらい打点いってたら、ね、もうちょっと見栄えよかったな。打率2割8分によってホームランも25本ぐらいいってたら見栄えがよかった。もうちょっともうひとひねり欲しいっていう感じの、まあまあそういう説明だ。今年この日本シリーズ全然興味は活躍してなくないか。清宮シリーズの銘打ってるのに清宮活躍しないだなんて。頑張ってる。ガンちゃん5回まで行ったら変えようかな。はい、チャンス。奈良原が打率2割2分。打率2割2分の選手を1番で送っていうのはどういう考え方してんだろうな。まったく。しかしそれがハマってるからおかしい、不思議なもんだな。これで金子誠がしっかりと奈良原を三塁まで送ってくれれば、しっかりどころじゃない。チャンス拡大。金子誠通り。これ以上ないチャンスだもん。これ以上ないわ。小笠原の前にランナー2人出して2塁3塁フォアボールセーフティーバントでこのチャンスが作れるんだからこの焼きつくっていうゲームはプレイヤーが動かすとかなりぬるゲーかなるけどね。ただまあ得点できるかどうかっていうところはちょっとプレイヤーの手を離れてるけど、スクイズでも失敗するしな。頼りになるな。
おバンドにもう2億か3億ぐらい上げてきた。今年の活躍ぶりは。新庄の獲得も大きかったね、うちのチームからしたら。だってシーズン途中から加入して26本ホームラン打ってるわけだから、3割打ってること自体もすごいか、新庄が。あの新庄強い、ただただ強い。そして新庄盗塁な、絶対負けんわ、絶対負けんわ。俺って野球は結構好きなんだけど、野球っていうか、ひいきチーム、日ハムとか好きなんだけど、日ハムがボロ勝ちしてる試合よりは、やっぱり、たとえ負けてでもいい試合の方が見たい中なんだよな。いい試合が見たい。だから、ひいきの勝つのよりも、いい試合であれば OK みたいな。不思議な、アンビバレントな。アンビバレントな。自分のチームが勝つのは見たいけれども、いい試合も見たいっていう。もう、たとえ負けててもいい。清宮が打ってない。変えた方がいいよ。切り崩してる。うえ、ミーが。メイちゃん。メイを打ってやる。メイの活躍に比べて、この打者陣の不甲斐なさよ。ここでピッチャー交代でしょうね。あ、違う違う違う、ピッチャーじゃない。いいね。稲葉かな。いや、でも左か。って考えたら、森本かな。右バッターだ。左ピッチャーだしね。稲葉出したいけど。飛距離を。桑田か、すごいリリーフ。まあ得点にはならんわな、この回で得点にはならん。いや、みんな調子いいな。とりあえず桜井 2.32 は中継ぎ陣の中で一番ピッチャー投手、中継ぎの中では一番モード強い。これも勝ちは勝ちでしょ。3点あれ勝てる。3点あれ勝てる。2点差になった。しかし慌てるのは早い。慌てるのはまだ早い。やっぱ3つ勝ってるっていう、3つ勝ってるっていうのは大きいね。先に3つ買って、別に負けてもいい状況でピッチャーをこう気楽に出せるっていうのは大きい。たとえこの試合に負けたとしてもまだ大丈夫という、そういう心にゆとりがある。そういう状況だから一つ一つの手がちょっとおざなりか。いや、1点差まで追いついてきたな。さすがにやりおるか。てないね。今の采配良くないよ。ああいうとこ良くないよ。でもこの回いけるか。桜井3イニング2人かな。で、奈良原からの1番2番金子誠、変えるか。おバンドを、まあ石本かな。で、ピッチャーはミラバル。抑えのエースはやっぱラストを締めくくってもらわないと、体力なくてもたとえ前日多少燃えていいよと思う。マルティです。
勝ちか。これで優勝か。決まってしまう。長かった清宮シリーズがついに幕を閉じてしまう。1点差とはいえ、この1点は大きい、重い1点だ。たとえ巨人とはいえ、この1点を覆すことは難しかろう。代打出せ、代打出していいんだぞ。村田義則に打てるピッチャーではないよ、こちらのミラバルは。なんかこの最後抑えの守護神が出てきて、タルジオ誰？抑えの守護神が出てきて、もう残り3人打つ手もなく終わってしまう瞬間のこの何とも言えない物悲しさよな。今日のカープ対ソフトバンクの森唯斗が出てきた時にそんな感じだけど、なすすべない感じが。たかたか1点とはいえ、この1点の重さよ。やっぱ守護神が出てきて、この1点はね、勝ちました。勝ちました。この1点は覆せない1点だ。どこの街っすかね、ここは。日本一になったの泣かなきゃじゃない。おめでとう、社長さん。本拠地、北海道中でもらった。大通公園って言いたい。さあ、4連勝だぞ。いやー、工業的にどうなんて思うよね。工業的に。あと3試合あった方がさ。なぜか、アイコンが、砂時計になってる。ちょっと怖いね。7試合やった方がさ、お金いっぱい入るよ。相手負けた方が良かったんじゃないのって思ったりするけど、まあまあまあ、うちの強さをまざまざと見せつけてしまった。やはりパ・リーグは強い。やはりパ・リーグは強い。あっさり、あっさり日本一に。なっちゃいましたね。しかし焼き付くまだ終わらない。確かまだ終わらない。日本一になったら日本一になったで、今度はあの世界選抜みたいなのがあった気がするぞ。まあなかったらもうそのまま終わりますけども、そのままなんかあれこんな感じでいいのという感じで終わらせてもらいますけども、どうしよう。このピッチャーを鍛えていきたいんだけど、それをやってるのはちょっと時間がもったいないな。ここはちょっと動画的にカットをしていこう。カットほいということでね、一応全選手をこう、まあ、バーッとこう設定していきました。まあどういう風になったかはここで見ていこう。まあ普段通りの練習の延長ですな。ということで、さあもう少し週を進めていきましょう。練習は練習をさせておくという形で、確か世界選抜、よし、やっぱりあった。やはりありました。日本一になった者にのみ出場が許される。台北、コリア、オーストラリア、アメリカが見える。今年は世界選手権が行われてますよね。台湾、日本、韓国、オーストラリア、アメリカ、プエルトリコかな。こっちがプエルトリコかな。ドミニカ？キューバ。これがキューバ。怪しい。うちのチームを中心で日本代表を組んだよ。ちょっと気分いいわね。セーブしとけばよかったな。いや、ここも含めた回にしましょう。社長、協会から
選手選手権、世界選手権出場にあたってのお知らせとかいうのが届いたわよ。読むわね。その1、選抜チームは日本シリーズに勝ったチームを基本にしてください。要するにうちのチームのことね。それに1軍に登録されている選手は優先的に出場させてください。作戦室はきちんと確認しておくといいんだね。その3、外国人選手は日本代表になりません。おっと、坂東がいない。お、あと出場国の28人大体も他の球団が借りてもらえるみたいよ、ということらしいっすよ。さあお楽しみが待っておりましたね。これがある意味メインコンテンツと言ってもいいかもしれない。来次回いよいよ世界選手権に向けて世界選手権編、模式をシリーズ世界選手権と銘打って、とりあえずこれはまあ練習はさせるんだけど、うち誰を1軍にして誰を2軍にするかみたいなことをしなくちゃいけないね。まあ、それは今回やっとこう。忘れちゃいそうだから。忘れちゃいそうですからね。野球への真剣さが足りないとか言ったら、一人。うちのチームから出せれるような、ちょっと待って、いいボタン押しちゃった。うちのチームが出せるような選手なんてそんなにはいないぞ。森本は当然落とすわな。奈良原も落とす。稲葉もいらん。石本はダイソー要員として欲しいけど、まあダイソー要員な、要員ないらん。おバンドははじめがついてこない。清宮、金子、小笠原ぐらいでしょうな。外野はこの2人。リンセンは当然ついてこないから関係なし。原田いらない。清水いらない。石井博俊も、まあ、厳しいな。ピンチに出せない。初代付きいらない。今関いらない。こいつは外国人選手が来ない。桜井は連れて行ってもいい。こんな感じですね。ここまで圧縮されて、よし。じゃあ今日はここまでだな。次回世界選手権編でお会いしましょう。もうきっとね、きっともうそのこの当時のプロ野球のスターたちを集めたオール日本オールジャパンのチームを作ってきっと戦えることでしょう。そこの舞台でさ、どこまでいけるのかというちょっと楽しみではあるね。そういう回になります。次回はね、オールスターチーム、まさにオールスターじゃなくてオールスターチームだな。セパ近藤の誰入れてやろうかな。清宮の出る枠は果たしてあるのか。いや、まあ入れるんだけどね。楽しみだ。まあじゃあとりあえずここに日本一が刻まれたということで、ね、これはもう取るべくして取った日本一だな。こっからだな。こっから世界一を取りに行く。ほんなまた。